日野自動車は、中東のサウジアラビアで来年1月に開催される、ダカールラリー2025に日野チーム菅原として参戦すると発表した。2025年1月3日、金曜日に南西部の美車をスタートし、北部と中央部を回って東部のシュバイタで同17日、金曜日にフィニッシュを迎える第47回ダカールラリー、ダブルコート、 世界一過酷なラリーの異名を持つ同イベントはかつて複数の国をまたぐ形で行われていたが、2020年からはサウジアラビアが開催地となってオリジイ大会も引き続き、同国での単独開催が予定されている。1991年の初参戦以来、これまでダカールラリーのトラック部門、 カミオンクラスで33回連続完走を果たしている日のチーム菅原は34回目の挑戦に向け、2024年大会を部門6位の高成績で駆け抜けた、リトルモンスターこと日の600シリーズの改良をアナウンス。エンジン周りの配管経路や部品合成の見直しを行うとともに、オートマチックトランスミッション AT、 のクラッチ版の強化などを図るという。ペレーション面ではトランスファーやサスペンションなどについて、使用状況の予測に基づき交換サイクルを設定し予防整備を徹底。また、人数と時間を要する整備が重ならないよう整備体制も見直されることとなった。チームには新たな顔が加わる。昨日は参戦発表に先立ちメカニック選考会を実施し、 全国の販売会社から名乗りを上げた人材の中から3名を抜擢。この選考会を勝ち抜いた柏谷総一郎メカニック、小葬健メカニック、上原聡氏メカニックがチームに帯同することが決定したほか、車両製作部門にも日野社内から選抜された4名が加入することが明らかにされた。引き続きダカールラリーに参戦することについて日野は、 世界一過酷なラリーと言われている場で、日野は、目指す姿、で掲げている総合品質、トータルサポート品質ける商品品質、を磨き上げます、と宣誓する。続けて、お客様のビジネスを支える QDR、品質、耐久性、信頼性、に優れた車作りと、ラリーに関わる全てのメンバーのさらなる成長、 活躍の実現に向け、34回目のダカールラリーに挑戦します。とした。2024年大会で日野自動車として33大会連続完走総合6位を達成できたのも、協賛会社の皆様を筆頭に、多くのサポートをいただいたおかげです。チームを代表し、改めましてお礼申し上げます。我々を取り巻く環境は、 依然として厳しい状況が続きますが、より早く信頼性の高い車、より強いチームを目指し、チーム一丸となって準備を進めてまいります。参戦に至る、日のチーム菅原の活動にもぜひご注目ください。勇者当初ダカールラリーの存在を知り、いつかはこの舞台に立ちたいと強い思いがありチャレンジしました。 正直今回の結果に驚いています。販売会社代表としてプレッシャーも感じていますが、自分の今まで培ってきた知識、技術を発揮し連続完走、上位入賞に貢献できるよう頑張りたいです。この度ダカールラリーのメカニックに選ばれたことを光栄に思います。チーム一丸となってレースを完走させ最高の結果を残したいです。 これからの半年間、これまで経験したことのないとても貴重で有意義な時間になると思います。ダカールラリーを通じて得た知識と経験を今後の仕事に活かし、会社に貢献できるようたくさんのことを吸収して帰ってきたいと思います。今回、かねてからの目標だったダカールラリーメカニックに選出していただきまして、とても光栄に思います。 応援してくれる会社の皆様、家族、一緒に選考会を戦った仲間への感謝を忘れず、チームに貢献できるように頑張ります。